お座りは？さくら。さくら。はじめまして。皆さん来てくれた。すごい距離感。両端で。両端に置物。それは無理。いやいや、この距離感がいい。さくらお座り。お座りして。そう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 。座りといてよ。なんかいつもガウガウ言っとるイメージよ。はい、毎朝。毎朝。嬉しいね、さくら。よかったね。やっと会えたな。いる。あ、これがいいわ。さくら、いいね。よかったね。さくらちゃん。よかったね。さくらファミリー Vlog。ということで、お友達とお別れして、はい、白山さん、道の駅白山さん到着です。よし、スタンプもらおう。すごいね、なんかねえ、山小屋風道の駅白山さん、新しい木です。はい、はい、行きましょう。よいしょ。はい、こんな感じでゲットでーす。さくらさん、いただきました。すごい綺麗に拍手。お食事お土産、食べたてのお土産屋さん。よし、まあ今日はもう急ぎます。これで白山さんの終わり。開けてもらえて4時までだったのでびっくりした。ごめんなさい、ありがとうございました。よかった、よかった、開けてくれた。4時で終わりとは。道の駅瀬名さん到着です。うん、な
かなか山あいのすごくいい感じ、すごく。あれはホテルでしょうか。すごいなんか立派な、いいな、なんか会社なんだろうこれね。小型兼用、大型兼用。あ、ここはご自由に無料です。よかったんだ。ペットホットエリア行きますか。入る。さくらさん行ってみますか。え、奥奥押すんじゃ。はい、さくら行くよ。おいで。はい、どうぞ。行く、ね、どんどん行くね。お姉さん行くね。お姉さんどんどん行くやな。誰もいないけども。緑緑やね、グリーン。なんて言ったら旅行気分でもない。なんかホテルに来たみたいな感じ。そう、そんな感じ。泊まりま、泊まらないけど。なんかいいとこやね。いいとこ。なあ、すごくいいとこや。ゆっくりするのにはいいとか。いいわ、森林浴もたっぷり。そうですか、桜さんも。北方さん到着しました。雨はまだ降ってます。小松木畑さん、よし、急いでスタンプいただきましょう。入り口がいいね。はい、お願いしますね。はい、ここです。鹿県の住まいのスタンプ、小松木川かちゃん。こんな感じで食べてました。頑張るのは、はい、すごい、でっかい浮かんだ。小松木川かちゃん、
本は準備中、本日の営業は終了。上がった天井台裏は疲れてもう眠いですね。さあ、行こうか。道の駅、石川県の道の駅ラストです。オーラス道の駅山中温泉湯煙健康村に到着です。さあどんな感じかな。もうこっちのお店とかは終わってますね。はい、お食事さんでした。何かあったっけ。道の駅の山中、はい、湯煙温泉、山中温泉湯煙、もう名前覚える。あのパワーというか、もう頭疲れてしまって、何かあったっけな。ここの道の駅の名前を忘れてしまったパパです。何でしたっけ。山中温泉湯煙健康村。ほんま、うん、道の駅山中湯煙健康山中温泉湯煙。ほんまかいな。ほんまです。もう疲労困憊です。今日は頑張ってこの湯煙の村で石川県の道の駅コンプリートです。全駅制覇、はい。山中温泉湯煙健康村、山中温泉湯煙健康村、オーラスです。これで全駅制覇。石川県やりました。頑張った。今日は何、前半すごいペース良かったからさーっと回ったからだ、うん、ねえ頑張りました。なんとかここへたどり着けました。全部クリアして、まあゆっくりします。ではまた明日、おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。石川県4日目、7月の26日日曜日です。はい、の朝です。今これはどこだったっけな。昨日思い出した道の駅山中温泉湯煙の湯煙健康村の駐車場です。はい、
お店が開くのを待ってます。はい、今は6時14分です。はもうやれやれです。朝ごはんも終わりました。食べます。二度寝してますよ。はい、しました。さあ、スタンプと記念切符ゲットして帰りましょう。はい、さあ帰るよ。大吾兄ちゃんどこへ。今日で物産か。最終です。よいしょ。はい。はい。おじいちゃんとなんか赤ちゃんみたいな。はい、ゲットしました。いただきました。Thank you.